はい、皆さんこんにちは、一輝です。ドンキーコングトロピカルフリーズ実況プレイパート15始めていきます。なんかな、これも裏ゴールありそうだな。まあ行くか。 4-5 スノーマズトラップスタート。スノーマズトラップって何？スノーマズは敵なんだよ。トラップ罠だろ。何、奴らが待ち構えているぞみたいな話。そんなの最初からいただろう。おう、どうした？あ、落ちるのこれ。あー、なるほど、これ持って投げろ。あー、なるほどね。怖い、しまった、離しちゃった。なるほど、爆弾を使っていかないといけないから、うん、ですよね。そうか、爆弾で敵をやっぱり倒していかないといけないところが。これがどうしたらいいの？よし、そうか、あいつらが踏むから、で、こうか。よし、あれなんか落とせそう。バカ野郎、バカ野郎、怖え。ここに来てようやくトラップっていう意味が分かった。いった。なるほどね。おお、おおまだ、おお、怖え。ここまでで王はゲットした。やった。これを間違えた、こっちだ。まだ割れないやつをこっちに投げればいいかな。あれ、よし、勝った。
全然取ってないんですけど。おい、何持って上がったんだろう。おーい、どうするあれ。なんか来てる、なんか来てる、なんか超おお、びっくりした。これ正規方法なの今の。落ちてたまたま上がったらクリアしたけど、まあいっか。でもなんかね、裏ゴール的な感じなんですよ。もう一つなんかあると思うんだけど、また嫌なステージだわ。ここに1個あったと、あると思うんだけど、まあいいや、とりあえずこっちだな。こっちの裏ゴールを探しに戻りますか。どこにあるんだろうな。一応はなんかスイッチの仕掛けしかないから、それをするとどこかが開くような感じなんだよね。だからひたすら先にスイッチのあるところまでは進んでいけばいいんじゃないかな。これだ。このスイッチを押すと戻れる？戻れない。よし。よし。おお、動いてる動いてる動いてる。よし、中間。何した？中間取ったと同時に死んだけど、もう無視しよう。使えるの。ただ役に立たないんだけど。あ、これだ。スイッチで動き止める。いいのか。明らかにあれだよな。でこっちが開いたらこっち側動き止めるはずなんだよね。ほら落ちてる。これか。あ、ちょ。
これディクシー必要なのやっぱり。どっかにあるかな、探しに行ってみるか。シーがいるのはやっぱり分かった。まさかあんなとこにあると思わなかったけど、ゴールが。でこっか行こう。で多分4の5も裏で B が出てくると思う。ちょっとは耐えられるから、あとは一気に向かうと。やばい、食らっちゃった。で、ディクシー回復して、この先だよ。ほらそう、この上のこれが、から何してんのさ。やべえ、あっちた。
中間どうだったっけ、忘れちゃったな。中間の前は確かパネルコングバレルはなかったような気がする。よし、これで内側に下下下ディクシーもらって安全に行こう。ここら辺は必殺技を使っとかないと危険すぎる。よし、入りましょう。ふう、なんとかここまでは来れた。あ、いた。あれ中間だろ。で、この先にあったね、いたね、いた。まだもういっか。よし、これで抜けて、これが重なったら行くと。よし、 OK。 よし、上に行って、ここにいて、ほら、あった。ゴー。これで A が出るのかな。こっちはね、こっちはね。あー、でもあれ普通に上行ったら行けそうだな。跳ねるランクイビーチ。ランクイって何？まあ行ってみりゃ分かるか。おー、雨降ってる。このサメのことか。サメ来てる、サメ来てる、サメ来てる。倒せねえ。サメは無敵なのか。ダメだ、サメが怖い。よいしょ。これでこうして、こっ
っちもなんかランディって感じするな。これは降りれるか。あーまた出てくるタイプ。よし、受け取ってない。よし、怖い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 。あ、時間切れになると落ちてくる。意外に難しいな。下行けるところが増えてるから調べなきゃいけないの大変なんだよな。そしてそこまででもなかった。バナナコインか。あーこれはなんかあるな。やっぱりアイカレスバナナコインか。どう仕掛けがラグ。おお、クイさんだ。おお、これもなんか下行かないといけない方行くんだな。いった。それなんもなーし。やべ、しまった。さすがにジジイでもこれは無理か。お、よし。ちょっと来てる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 。怖い。怖い。怖い。お前またノコギリザメじゃないか。なんだろう、あれ命かける必要はありそうか。いや、わかる。よっしゃー、やられたけど今、Kだけか。おわ、大丈夫か、Kだけで安心できないんだけど。危ない。おお、あったわ。じゃあもうひたすら上の位置進むか。すげえ。
入った当たってる。N あった。中間のすぐそこに N があった。よかった。ハートハートくれハート。お前はいらないんだけど。おう、何それ。もうびっくりした。戻るのかよ。そうだよ、あれだけやってバナナコインでしたわ。ちょっと泣けてくるからね。ここもバナナか。よし。あ、上があった。ここが裏あんのか。ってことは、G 取る前に裏ゴール行っちゃおうか。そう、サメが来た。そういうことか。まさかのだよ。よし、次。ダメダメダメ。これでどうしろって。なあれいけなくね。一発クラーの覚悟であれと一緒に跳ねろって。それでも先に1位取ってからにするか。ねえな。あ、これもしかしてジジイか。これはちょっと後回しにしましょう。ジジイ取れたし、これはこれでいいでしょう。取ったものを捨てるわけにはいかん。で、どこに出るかだよね、これ。あ、やっぱこっちに出るんだね。じゃあこっちもやっときましょう。裏ゴールやっとこう。ただあれ、どう行くんだ。ジジイは多分やられる気がするんだよな。かといって跳ねる、踏んでるわけにもいかんし。あえてちょっとクランキーで一回やってみよう。乗れるこれ。
乗れる、乗れた、合ってた。じゃあこれで突っ走ればいいっぽいな。全然関係ないとこ死んだ。ライフくれ、ライフ、ハートください。うわー、マジか。これ死んで大丈夫か。ゴールしちゃおうか。やっぱりタイミングよく、あ、3回飛べばいいのか。あれ3連飛びしてでいいのかな。わかんねー。どうすんだ。まあでもクランキーを使うのは分かったからよしとしよう。あ走りすぎた。サメが、よし、つかめなかった。よし、で、駆け抜けるだけど。よし、これで何だと。ハートくれ、ハート。よし、ありがとう。まだ抜けろ抜けろ抜けろ。よし。
当たっちった。嘘だろ。これ戻れるかな。なんだあのゴール、一発勝負のゴールかよ。下にないの？ないか。なんだろう、やっぱりあれミスったらそのたんびに何投げたいのか。ボスだよ。じゃあ裏でやるか。それが分かっただけでもこれは良しとしよう。まあ、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。